FM、プリゲート。皆さん、こんにちは。カーク、V、皆さん、調子はどうですか？前回の動画、パート26では移動動詞を習ったわよね。そうなのぜ。前回も言った通り、移動を表す動詞、移動動詞は定動詞と不定動詞があるのぜ。移動動詞は、一つの動作に対し、この定動詞、不定動詞という二つで一組、一対の動詞が存在するのぜ。移動は徒歩なのか、乗り物を使うか、歩くのか、走るのか、など移動の内容や状況によって使う動詞が変わるのぜ。定動詞が、一方向への移動、不定動詞がそれ以外の不定の移動、往復、反復移動など、を表すのよね。そうなのぜ。そこで今回は、どこどこ、へ行く、どこへ行きますか？という表現を解説しようと思う。どこどこへ行く、という表現は、移動動詞。1、ходить, ехать, ездить. プラス、前置詞、ぶ、な、プラス、体格、行き先、で表すのぜ。ただし、前置詞が、ぶ、か、な、のどちらを要求するのかは以下の通り、体格に来る名詞、行き先、によって決まるのぜ。名詞の体格変化は以前の動画シャープ11を復習してほしいのぜ。в школу。学校へ。в университет。大学へ。На урок. 授業へ。На работу. 仕事場へ。移動動詞の変化については、一つ前の動画、パート26を復習してほしいのぜ。Он идет в театр. 彼は劇場へ歩いて行きます。Она едет на концерт. 彼女はコンサートへ乗り物で行きます。どこへ行きますか？という質問は疑問副詞、くだー、を文頭で用いるのぜ。くだーて едешь? 君はどこへ乗り物で行きますか？ Я еду в ресторан. 私はレストランへ乗り物で行きます。くだー идет этот мальчик? この男の子はどこへ行くところですか？Он идет в школу. 彼は学校へ歩いて行くところです。Андрей, куда ты едешь? アンドレイ、君はどこへ乗り物で行くんだい？ Я еду на вокзал. 僕は駅へ乗り物で行くところだよ。Виктор часто ходит в бар. ビクトルはバーへよく習慣的に歩いて行く。Мария редко ездит на дачу. マリアはたまにダーチャ、別荘へ習慣的に乗り物で行きます。Я хожу в университет. 私は大学へ通っています。習慣的に歩いていく。霊夢、今回の解説はどうだった？今回は具体的に例文を挙げながらの説明だったから、わかりやすかったわ。次回はスポーツについての表現を解説するのぜ。では、今回はこの辺で。バカ？じゃあね。